開国文寺は山梨県笛吹市にある臨済宗明真寺派の寺院。三号は五国山。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に混流された国文寺のうち海の国国文寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に創建当時の史跡である開国文寺跡、開国部アマデラートについても解説する。 甲府盆地東方、神奈川右岸の戦場地に鎮座する。旧国分寺は10世紀末から11世紀頃に、宅地化され衰退したと考えられている。海国分寺、国分天寺が鎮座する笛吹市一宮城国部、東原地域は古代海の国における政治的、中心地に含まれる。古代海の政治的中心地は、甲府盆地中央北よりの山梨郡、八代郡に成立し、 現在の笛吹市春日ガ町から一宮町、三坂町の一帯にわたる。一宮町国部、東原を含む、この一帯には、国が軍がに関わる遺跡やなら、平安時代の遺跡、春日ガ町寺本の寺本廃寺など古代寺院跡が分布する。山梨郡にあたる笛吹市春日ガ町は、カの国の前期国府の所在地であったと考えられている。一方、 八代郡にあたる笛吹市三坂町には国河の地名も残り和名類受賞に国府大八代郡と記されていることから後期国府は八代郡に移転されたと考えられている古代海の国府の移転については諸説あり上記の二転説とほか中間に一宮町国部東原地域を含める三転説が存在する次元では その後、県庁7年に諸道儀が、消失、14世紀頃に一時復興したが衰退。戦国時代に武田信玄により再興されたとする。旧国分寺跡が国の史跡に指定されたため、その跡地上にあった当時は、南西の史跡範囲以外に移転、道儀も移進した。円形奥の石垣は原国分寺が移転前まであった後で、旧国分寺跡の近道と重複。 手前は、注文跡玄国文寺の北東方、笛吹市,市一宮町国分に所在。玄国文寺が移転するまでの休憩台地域は、南北255メートル、東西220メートル。ガラン配置は、大艦大寺式。天行元年の当時に関する資料があり、10世紀前半には、存続していたとされるが、 10世紀末から11世紀頃の住居跡が見られその頃には宅地化し荒廃していたと考えられる。その後は団や跡上に原国文字が再建されていたが、笛吹市により史跡範囲が公有地となり、原国文字は南西の史跡範囲以外に移転した。国文字跡の北方、笛吹市一宮町東原に所在。周辺からは国分アマデラを示す。 法磁と書かれた土器が多く出土しているの略称。国分アマデラ跡は古くは寺本廃寺に否定され、当時跡は恩名氏、安倍の生命屋敷跡とされていた。地域の推定地から10世紀末から11世紀頃の住居跡が確認され、国分寺同様、その頃から次第に荒廃したと考えられている。所在地交通アクセス周辺会の国分寺跡に関するカテゴリー、 開国ブアマデラートに関するカテゴリー、ありがとうございます。